ということでやってきました、スキン島来ましたね。すごい、もう感動しかないんですけど、この透明度見ました。すごい、もうなんか早速はしゃいでしまうんですけれども、今日はこの津堅島に日帰りで来られるプランがもうねできたということで、津堅島の魅力をたっぷりと皆さんに、前川さんと一緒にお伝えしたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。私たちのホテルって、ちょっとね、海から離れているっていう理由で、夏休みのこのホテル候補から外れたりしますよね。あと、プールがないとかね。そうそうそう。なんかありますね。はい。でも、この度、なんと、日帰りで、津堅島で、超いっぱい遊べるプランができましたね。作りました。もう、このプランがね、すごすぎて、これは本当にちょっとあまり宣伝したくないぐらいの。そう。本当はあまり教えたくないけど、もうプランにした。はい、いっぱいみんなにね楽しんでもらいたいなと思っています。まずね、沖縄の離島っていろいろあるんですよ。宮古島、石垣島、久米島、伊江島、もう本当に綺麗なところたくさんあるんですけれども、この津堅島、まず近い近い、沖縄本島から一番近い離島って言われてます。はい、その離島に、来るプラン、日帰りの海水浴、はい、あのなんとですね、びっくりしないでくださいねってなんか通販みたいになっちゃったあの一人通常の宿泊プラス4000円で、漁港からフェリーに乗って津堅島に来る往復のフェリー代がついて、はいはい、港からこのビーチ、ビーチまでの送迎、送迎も無料でついて、はい、ビーチパラソルとチェアのレンタルも無料でついて、ついてバナナボート1回無料がついて、さらに写真撮影なんかカメラマンが結構ついてくれて、写真も提供してくれるっていうサービスにしています、はい、もう軽食もついてっていうことですね。沖縄そばかカレーを選べるような軽食です、はい、全部込み込みで普通の通常プランのプラス4000円ってちょっと大丈夫です。そう、通常だと6000円から7000円ぐらいするみたいです。それでもだいぶね、そうそう、安いんですけどそれをさらに、はい、お得に利用できる。暮らしの発行、ライフスタイルリゾートならではのもう特別なプランにしていただきましたね、はい、海がちょっと離れるだけでこんな綺麗なんですね。ここは自信持って言えますよ ね、透明だし、ね、あの天然のビーチですよね。これ天然のビーチです。すごい綺麗で、天然のビーチが、こう砂浜が1キロぐらい続いてるんですけど、そんな砂浜、ね、すごい貴重らしくて、そこもおすすめのポイントですね。母親目線で言うとすごい全部が近いんですよ、動線が。例えばあのレンタルのものとかもそうだし、ビーチもそうだし、海の家もそうなんですけど、すべてがすごく手近にあって見渡せてすごく安心、完結しますよね。そう、ここでね、もう本当本当、夏にホテル宿泊されるんだったらぜひオプションでつけてもらいたい、つけてもらいたい。ぜひこのプランで申し込んでください、皆さん。でもう一ついいところが、結構知られてないんですよ。お客さんがそこまで多くないっていうところで、プライベートビーチ感があってゆっくりできるっていうところもすごいポイントだと思います。ぜひこの津堅島、皆さんもね楽しんでほしいですね、はい、すっごいのんびりできるんですよ。もう緑も多いしね、もずくも取れるしね、はい、でもともとキャロットアイランドって言われてるんですね。そう、人参畑はめちゃめちゃ多くて人参で有名な島。そうそうそうでもやっぱこれだけ海が綺麗だとね、うん、身も心も、もう本当にリラックスできて最高ですね。はい。もうぜひね、このプラン、概要欄に貼ってますので、気になる方はもう早めにご予約の方よろしくお願いします。